夜の景色どうですか？見えてますかね？ちょっとアングル低いかな。今日はちょっと珍しくボルボでね、仕事なんですけどね。今ここはね、天保山とかね、大阪中央体育館の近くです。見えてますか皆さん？信号変わるわ。よいしょ。これボルボはね、皆さん、これオートマなんですよ。だから左手ガチャガチャせんでいいから、めっちゃね、楽ちんですね、これね。よし、ほほよし。指示器は左になりますね。外車なんでね、国産やったらね、富装でも日野でも右側にね、指示器があるんですけど、だから要はね、ボルボと国産乗り換えた時によくみんななるのが、前のこのワイパーをわーって動かしてしまったりとかね、ボルボ乗ってて国産に乗り換わったらなんかワイパービャンって出したりとかね、指示器出さなあかんのにボルボ乗ったらワイパー出すっていうね、よくあるあるです。しゃー。でサイドブレーキもね、これこの A っていうとこね、アクセルのとこに入れたら勝手にね、アクセル踏んだらこのサイドブレーキが降りるようになってます。解除されます。とてもスムーズです。はい、よいしょ。深夜のドライブですね、皆さん。もうちょっとアングル上やったらいいんやけどな、ちょっと低いと思うけどな。ボルボは後ろにね、ちょっとこう棚みたいななんかあるから、そこにこうね、カメラ引っ掛けたりとかね、こう固定できたりとかするからね、いい感じだけどね。まあ、とっさにね、今日1日だけボルボ乗るんで、だいたい簡易的にやってるもんでね。いや、乗り心地めっちゃええな、やっぱボルボはな。こういう観光バス乗ってこう揺れてるみたいな感じだね。全然違うな。あと見晴らしがええですね、高いからね。ええ感じですよ。乗り心地最高ですよ。でもね、真夜中ってもあってね、やっぱあくびも出ますよ、真夜中なったらね。やっぱどんだけ寝ててもね、やっぱ眠たい時間帯って人間ありますからね。あくびする時は出ますよ。左行こう、寄ります。よし、左、よし。これね、まあ、右側は見えてないけど、右側も海遊館ですわ。海遊館行くときはね、ここの左、この側道からこうぐるっと U ターンするみたいにね、僕このトンネルの中入っていって南港行くんですけど、今日は南港のね、方にこの箱をね、シャーシ切って今日は終わりですね。あ、トンネルがちょっと明るいんちゃいますか。よいしょ。まあこれ四角でね、左側のこの肩ぐらいのところ映ってるぐらいで、白は全く見えない状態ですね。はい、よいしょ。はい、トンネル抜けました。南港です。よいしょ。
43番入れようか、この間入れようか、ちょっとブレーキ踏んだらビービー言うのに何やろこれ。カメラなしのバックです。あ、今手当たってワイパー出たわ。ブレーキ踏んだらビービーになるんやろ、さっきから。右スレスレに行かんとね、左が見えへんから。よいしょ。はい、こんな感じにね、左側もね、こうシャーシが並んでるね、右と左の間にね、入りました。よいしょ。じゃあちょっと箱をね、脱着していきます。よいしょ。カプラー外したら第五輪ロックされていませんってブーブーなるんだ。で、ボルボの場合はエアサスを前回めっちゃ下まで下げらんと、後ろにバッテリーがついてるから、バッテリー壊れたらあかんからね、エアサス全開下げます。よっしゃ、 OK。 よいしょ。はい、お疲れ様です。いやー、終わりましたね。とりあえず出発時間書いて、何時よ今、0時15分、0時15分、終わりました。よっしゃ、こっからだ、会社近いしね。よっしゃ。いや、本日もご視聴ありがとうございました。みやたんでした。また次回の動画もお楽しみに。よいしょ。